はい、こんにちは。こんにちは。森です。みゆです。はい、ありがとうございます。前回の動画に続いて、まあ、前回は練習とかだったんだけど、まあ、ハーフラウンドレッスンってことで、今日この後あのラウンドレッスンを森先生にやってもらうと思います。ちょっと聞いたら、まあ、今日はあの森ちゃんはプレーはしないで、はい、まあ、ちょっと帯同でやるパターンという形で、はい、お願いします。お願いしますじゃあ今日はちょっと頑張っていただくために、はい、こちらですね。さっき可愛いって言ってたティー、カンザシティです。いや、これ可愛いですよね。お花になってるんですよ。これあれですよね、すごいインスタとかで。そうなんです、信州牛の電気さんのカンザシティですね。どうぞ花束でありがとうございますそうそうそう、こんな感じ。これを何本か刺してるとなんかカンザシっぽいっていう。なるほどね。でカンザシティ、そういうことか。プレゼントとかにも絶対いいと思います。嬉しいです。そしてこれ土に還る素材になってるようで、おそのままポイって、まあ、なくしちゃってもちゃんと土に還るので環境にいいティーニャン、うん、ぜひ使ってください、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあそんな感じで早速お願いします。はい、お願いします。埼玉ゴルフクラブアウト1番パー4レディスティから行きます。はい、よろしくお願いします。お願いします。おー、ナイスショー。ナイスナイス、ナイス、いい、しっかりね、触れていい感じ。よかったですなんか褒めてくれるのもいいですよ。まあでもみゆさんこっからなんで、ね、あの前回あのだん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 なんかちょっとプラ4、奥108、112、打ち上げ入れて120はしっかり、120、はい、なんか結構ここら辺の距離になると、100番の距離になると、はい、手前に落としてみたいな、はいはいはい、いつもなんかそういう風にやってて、うんうん、いつも9番とかで90ヤードとか届かない距離を打ちがちなんですけど、はいはいはい、こういうところから狙ってっちゃった方が、ある程度やっぱ距離は稼いでいきたいですよね。あ、90ヤード打つのもいいんですけど、はい、90したら残りが30とか。そうですね、30ヤード打てます。狙うこととしては、はい、まあ、大体ピン狙っちゃうと、はい、まあ、左側にバンカーあるんで、はい、まあ、ちょっとコロコロコロって左に入るのが嫌だから、まあ、どうせ乗らないんだとしたらピンよりも右側狙ってきてあげて、はい、かしこまりました。でこういう打ち上げのホールって、はい、頭がこうやって上がりやすくなるんで、ちょっと顔残しておいて、ちょっと意識的に状態が上がらないようにしていくときに、はい、そこだけ注意したいです。かしこまりました。これは逆らわずにこう斜面にだと上向いちゃうんで、はい、必ずあの手軸に立って立っていく。そう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 。うん。入りました。はい。よし。ちょっと右に体重残ったの分かります。右に、はい、残ってました。こうやってそうそうそう。右のかかとしっかり上げてあげる。かしこまりました。オッケー、いいですよ。はい、いい、狙った方向、OK、はい、ありがとうございますあと、OK、これ30、40、50打ちましょうか。結構じゃあ、普通に作っちゃいます。普通に打ってもらって大丈夫です。さっきのタイミング、リズム感だけ気をつけて。はい、おー、ナイス。ちょっと、うまく当たりすぎ打ちすぎちゃいましたねそうそうそう、おしゃれとアプローチ、はい、左にサイズを打っておいて、はい、やってみます。よし、でやっぱちょっと右に残っちゃいますよね。ちょっとあの左足一本で練習場でやったじゃないですか、はいはい、あれちょっとやってみましょうか。そうそう、そう、ナイス、おー、入る、ナイスすごい、まあ、大きい設定ですけどね。はい、今ボールアプローチで打った時にどうやって転がってきたんですか。そこをこうやったらこっちのパターはこっちです。そうそう、ちょっと右寄りに
うまい。ここ惜しい。オッケーです。ありがとうございます。です。やっぱりアプローチ右足ですね。ただいいアプローチ。さっきはうまくいってたんですけどね。やっぱこうやってコースでのね。コースでやると必要になるかな。早速。まあラウンドレッスンって感じでしたけど、あれじゃないですか、2打目ちょっと消極的に番手を9番とかでいつもは行ってるって、まあ9番自信があるからだと思うんだけど、でも届くんだったらね、まずはちょっとチャレンジっていう、打てるは打てるんで、怖がらずに攻めていく姿勢、120だったら120打てる番手を選ぶってことでいいですよね。とりあえずはそのミスするしないとかじゃなくて、まずは一回それをちょっと、そうですいいのか説明していいですか、うん、さっきのやつだと、うん、左手前にしかバンカーがないんで、右側を狙えるわけじゃないですか、例えばゴロ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 っていっても右側から転がっていけば乗る可能性があるんですよ、だから左右手前どっちともバンカーがあるんであれば9番で刻むっていうのはいいけど、こっちに逃げ道があるんで、しかもなんか届く可能性があるってなると、やっぱそっち狙ってってあげた方が乗る可能性としてはありますね。で早速ちょうどさっきと同じような感じ、左手前にバンカーがありますと。そうですね、ちょうどピンも左手前に切ってあるんで、バンカー入れる人が多いっていうところに今火をピンが切ってありますね、ただ右手前は全然広いんで、右よりも右側ぶつかってたのに、そう72だからピンが手前だから、65だからピンがフォローなんで、あ、ごめんなさい、風がフォローなんで60ぐらいはしっかりしたいかなって。60、ちょっと9番じゃ遅いよ。じゃあリズムだけ。リズム、さっきのテイクバックの、ね、振り子のイメージ。なんかやっぱりちょっと怖かったですね。リズム。リズムよく打つ。練習で。バックスイングアシストするんで、打ってもらっちゃって大丈夫です。いいんですか、ちょっと。はい、もう。オッケー、そう。では、ブルースいきます。1球目でやります。そしたら、ファンのエッパターン持っていきましょう。はい。よし。惜しい。そう。ちょっと今クラブに当たったじゃないですか。まだちょっと頭が右に下がる分、ちょっとクラブ右に傾く癖があるんで。はい。うまい。ナイストライ。パターいい感じ。本当ですか。前回が結構めちゃめちゃで。なんか言ってましたよね。そうなんですよ。オッケーです。ありがとうございます。オッケーです。悔しい。3番ホールパー5。はい、416ヤード。はい。これは結構広いですね。はい。気持ちよく当たる。気持ちよく。リラックスして。おお、ナイス。ナイスショー。ナイス。やりました。ちょっと右行っちゃいましたけど、地形がラッキーでした。大丈夫。よかったです。内緒です。ありがとうございます。いや、なんか、ドライバーがいつもよりも、こうなんか、体が動く気がします。気がする。最初のやっぱり、ストレッチだったりとかが効いてるんですかね。なんか、体が軽い気がします、本当に。今後ちゃんとやってください。わかりました。黄色を狙うで合ってますかね。ありがとうございます。斜面なのでさあで、右に残りやすかった。そうしっかり右のかかと上げていって、できて、ナイス。おっ、また戻ってきました。ナイスショー。いい感じ。さっきのがちょっとめっちゃよかった。OK です。今リラックスって言って、そうだって思う。リラックスですよ。それだけ案じててください。いいのど真ん中に転がってきてますね。よし、あと132。そうですね、130ほぼ耐えない。130、風もないんでユーティリティとかで大丈夫。130はいかないけど、
ただ手前にバンカーがあるんですよ。本当だ、まあ、105ヤードぐらいのところにだコロコロしちゃう可能性があるクラブなのであれば100ヤードってこのバンカーの手前に刻むって感じで、得意な9番の出番かもしれないですね。そうですね、左に避けていっても左側にバンカーがあるんで、この場合はさっきの刻む方で大丈夫。かしこまりました。場所がないんで、ちょっと9番で打っていきましょう。方向性を、はい、まあ、本当正確に。リラックス、リズムよく、さあさあさあ、もしちょっと今頭上がった、もう一回練習。はい、そう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 、残ってました。今のは大丈夫。はい、オッケー、ナイス、ナイスっていう感じで、ちょっと上に向きやすいっていうのだけちょっと覚えておいて、体も起きやすい。そうそうそう、一緒に上向いちゃう。リズムよくやるとちょっと上向きやすいです。焦っちゃってるのに、あー、かな。はい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 、ちょっと意識してしまう。でもやっぱあれですか、あの番手はちょっといつもと選び方変わります？違いますね。なんかやっぱりそのバンカーが手前にあろうがなかろうがこう選んでたりとかするとか結構あったり、ピンまでのヤードっていうか、まず手前に一回落とすことだけをこう意識してやってたりとかもしたので、なんかオーバーしちゃうことをなんか74ヤードです。怖がってた自分がなんかなぜかいたので、ちょっと70打ちましょう。はい、残りピンまで60ヤード。これバンカー気になりますもんね。気になるんですけど、できれば右、私だったら右に当てちゃっていいんですよ。あ、大丈夫ですか、うん、大丈夫大丈夫。3度で、あ、56でいいですか。うん、いい、上がってましたか。上がってた。惜しい、惜しいけど、まあいい感じ。バンカーに入ってないから、狙い通り右側だから OK です。ありがとうございます。残り20なので、大体確かこのぐらいで20ヤードいったかなと。やってみます。はい、お願いします。うん、うまく打った。ナイス、いいじゃん。ただ思ったよりも上がってますからね。はい、テイクバック自分が自分までも胸ぐらいまで上がってたんで、だからちょっと飛びすぎちゃう傾向あるのかもしれない。なるほど、素振りとは全然ちょっと大きかったんですね。そう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 。で、クラブの置くところなんですけど、はい、カート向こうに止めてるじゃないですか、はい、今ピンよりも手前にクラブ置いちゃうと、もし後ろの組が待ってた場合、はい、戻ってから行くっていう動作がすごい遅く見えると、はい、後ろが打てなくなっちゃうんで、必ずあの帰る動線上にクラブ置いてあげる。かしこまりました。スマートに回れる。すぐそこに向かうじゃないですか。カップに向かいながら途中で荷物取って向かうっていう方がすごいこうちょこ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 遅く回ってるように見えないんで、ちょっとそれも意識して。はい、わかりました。やっていきましょう。で、今なんとなく言ったと思うんですけど、置きます、置いてかボールのとこ向かう途中反対側から見れるんで、ここでライン見て戻って、反対側から、はい、そうそうそう、反対側から見てあげると、このスピード傾斜って見やすくないですか。反対から見てあげた方がそう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 、こうなってますかね。確かにこっちから見えにくいですよね。そっか、多分こっちから見るとそんなに切れないように見えるんですけど、はい、そういう情報をちゃんと手に入れてあげる。かしこまりました。ぼやっとしてる時間はないですからね。はい、頑張ります。ちなみにこれは左に、そうです、まあ、ちょっと強さにもあるんですけど、カップ1個ぐらい、はい、見てもらって大丈夫。うん、惜しい、ちょっと強かったですね。いいですよ。はい、うまい。熱血。いやな、しょうがない。でも狙ったところに打ててるから大丈夫です。そのうち入ります。ありがとうございます。さっきもあんな感じでしたね。全然大丈夫。あとは気持ち切り替えて、あとはカップが私に合わせてくれるまでです。それはどうなんですか。嘘です、練習します、ごめんなさい。